じゃあ問4の C に入ります。 G カルボン酸の分子式が与えられて C5 の H8 の O4 で、これを還元するってヒドロキシ酸が得られて、これが C5 の H10 の O3。 これをねちゃんと消化しておきましょう。H が2つ増えて O が1個減ってますね。でこれはこの問4の一番最初で考えた A で考えたので、このカルボキ式が、H が2つ増えて、で O が1個減って、ヒドロキ式になっているということですね。だから、G カルボン酸でカルボキ式2個持ってますが、そのうちの1個だけ還元されるということです。で、それが何種類できるかということで、1つずつ見ていきましょう。まず、HOOC の CH2CH2CH2COOH。まず、この場合、これですが、まあ、こっちとこっち、どっちが還元されるかは同じなので、こちら側にしときましょう。こちらが HOOC の、矢印、なんで矢印にしちゃったんだろう。の、CH2CH2CH2 のここの COOH が、これが CH2OH になるので、CH2OH になるので、まず最初のこいつからできるのはこの1種類です。で、不正炭素原子を確認してみると、不正炭素原子というのはこの C の、これが4つくっついていますが、これがみんな違うやつ。そうすると、光学異性体、鏡に映した、お互い鏡に映した形の異性体、共造異性体ができるということですが、この場合はないですね。まあ、この H 数、H と H が同じですからね、ここら辺みんな。で、次が、この形。まずこれで1個。かぶらないように気をつければいいんでね。次のは CH3CHCOOH の CH2COOH。これですが、じゃあまずこっち側が還元されたやつを考えてみると、CH3の、これが、どうかこう CH2OH、 こういう形になりますよね。いいかな、 COOH が CH2OH になるね、ここの部分ね。で、あとは CH2COOH、 まずこの1種類で、今度はこの C がここで CH3 と CH2COOH と上側に H がありまって、こっちが CH2OH、 これが不正炭素原子になります。これ1個目。で、今度こっち側に、で、これとかぶってないですかね。今度この COOH の方が還元されたとすると、CH3 の CH の、ここの部分変わらずの COOH。で、CH2、この COOH が CH2OH になるので、この形。この形になって、で、これの不正炭素原子は、あるかな、これかな、これとこれ同じもんじゃないよね、それを確認しなきゃね。折り曲げたりとかそういうことして考えて、CH2、大丈夫です。これも別のもので、これが。これに C がついてるのが、こっちはただの COH とこっち側。なので違うものです。これで2つ、これで、異性体は3つで、異性体は6つと、不正炭素原子がこう2個出てきたっていうことですね。で、次のやつが、CH3CH2CH の COOH の COOH。これは COOH は同じですね。まあ、入れ替えても変わんないんで同じものです。なのでこれは1種類のものしかできず、どっちにしようかな。どっちにしようかな。なんかちょっと待って、何かが違うぞ。 H COOH、
いいか。はい。じゃあ、こっちを酸化させ、還元したとして、CH3、CH2、CH の、さて、CH2OH の COOH。で、これが怪しいね。同じ、きっと同じものがあるね。ないかな。CH。うん。CH についてが COOH だけで、これとこれが一緒だとして、大丈夫か ?CH3 が。CH3 と同じではないね。こうひっくり返して考えても。なので、これが4つ目になります。4つ目になって、で、これは、大丈夫ですね。こっち側とこっち側と H とこれ違うものなので、これも不正炭素原子。で、不正炭素原子があるものはこれで3種類になりました。で、これはこれで同じ。最後1種類。CH3 の C、COOH、COOH、CH3。で、この COH と COH はもうひっくり返したら同じなんで、同じものとして考えればいいので、これも1種類しか還元して得られるものは1種類しかできません。まあ、こちらにつけてみましょう。C の CH3 が両脇にくっついて、こちら COH はそのままで、こちらが還元されたとして、CH2 の OH。これも、これが1個だけど、今度これは違いますね。不正炭素原子はありません。両側に同じものついてるから、この C も同じ。両側に H がついてるんで。で、被ってるものも、ありそうでなかったな、今回はね。うん、まあ、これはね、時間かけてちゃんと、まあ、ここら辺もちゃんと解説しなきゃいけないのかな。うん、あ、でも、大丈夫です。これで OK です。ということで、還元によって生成したも異性体は1個、2個、1個、順番に2、3、4、5個できて、順番違ったね。最初の左上のこれがで1個と、次の右上のこの2個と、左下のこれで、今1、2、3、4個と、最後のこれで5個、5種類できて、で、そのうち不正炭素原子を含むものは、この1個、2個と、3個、だけですね、3種類ということになります。